クイーン・エリザベス国立公園は、ウガンダの西部地域に存在する国立公園である。クイーン・エリザベス国立公園は、ウガンダの首都カンパラから南西へ約 410km の位置にあり、ウガンダの国立公園の中では2番目に大きく、面積は1978京平方メートルに及ぶ。標高は、エドワード湖の湖面の910メートルから1350メートルの範囲にあり、公園内では赤道が通過している。行政上はカセセ県、カムーエンゲ県、ルビリジ県、ルクンギリ県及びカヌング県にまたがっている。公園の領域は北東方面のジョージ湖から南西方面のエドワード湖にかけて広がり、双方の湖の間をカジンガ水路が結んでいる。公園の領域には、キゲージ動物保護区とキアンブラ動物保護区が含まれ、公園の北部は、キバレ国立公園、西部は、コンゴ民主共和国のビルンガ国立公園に接している。また、この公園は、古くから生園が行われている、カトエ河口群と呼ばれる、マールの河口群と塩水湖となっている、河口湖群の存在でも知られている。公園は1952年に、カジンガ国立公園として設立された後、イギリスのエリザベス2世の訪問を記念して、2年後に現在の名称へ改名された。公園内では、バッファロー、ウガンダコブ、カバ、ナイルワニ、アフリカゾウ、ヒョウ、ライオン、チンパンジーなど95種の哺乳類と600種以上の鳥類が生息している。カヌング県のイシャシャ周辺では木登りをするライオンが有名である。同様に木登りをするライオンは、他にタンザニア北部のマニャラコ国立公園でしか観察されていない。また、クイーン・エリザベス国立公園に隣接するビルンガ国立公園は、ライオンのための共通の保護地域となっている。密猟が抑えられ、獲物となる種が回復した場合、これらの地域はアフリカ中部における潜在的なライオンの生息拠点になると考えられている。公園のゲートウェイとなる地点は、公園の北西部の境界に位置する、町のカセセとブーインディ原生国立公園とのアクセスに適した南西部のイシャシャである。通年で観光が可能であるが、最も観光に適したシーズンは、乾季となる1月から2月と6月から7月にかけてである。乾季には、植生が減り水源の周りに動物が集まるため、野生動物の観察に適している。その他の時期は、雨季となり、植生が豊かで渡り鳥の姿も見られるが、4月から5月と9月から10月にかけては特に雨量が多く、一部の道路が通行不能になる場合がある。公園内では、ゲームドライブ、ボートクルーズ、ハイキング、バードウォッチングなどのサファリのほか、先住民村への訪問、河口群と河口湖及び製塩所の訪問、熱気球などの各種アクティビティが用意されている。クイーン・エリザベス国立公園は、イングランドのサウスダウンズ国立公園内にある、クイーン・エリザベスカントリーパークと姉妹関係にあり、文化交流、相互支援及び地域社会との密接な協力と、地域社会の強化を通じて、保全を支援することに重点を置いた活動を行っている。ありがとうございます。